スノーマン、カウコン、紅白消滅でも勝てる。その理由がヤバすぎる。大晦日生配信、それスノ正月スペシャルで希望を与える姿に涙。こんにちは、スコープ芸能です。11月13日大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦の出場者が正式に発表されました。白組の出場歌手には1979年以来44年ぶりに異例の事態となっています。話題の事務所からの出場者が1組もなかったのです。旧ジャニーズ事務所のグループは1組も選ばれませんでした。事務所創業者のジャニー喜多川氏の加害問題で NHK は紅白に限らず所属タレントの新規起用を見合わせる旨が発表されていましたが、話題性、視聴率の点から結局のところ大人気のスノーマンやキング&プリンスが1、2組は出場すると見られていました。ザ少年クラブの件もそうですが、 NHK が脱ジャニーズに本気であることが伝わってきますとワイドショー関係者が話しています。 NHK の BS プレミアムで放送されているジャニーズジュニア、現ジュニアがメインの音楽番組ザ少年クラブは10月16日に東京渋谷の NHK ホールで予定していた公開収録を中止。さらに複数メディアが番組も年度内来年3月までで終了すると報じています。例年紅白の出場歌手は当然ですが番組の制作陣がキャスティングします。しかし今年はその上の NHK 全体のコンプライアンスを取り扱う部署が今年は旧ジャニーズは起用しないとしっかりと線を引いたと言いますねと芸能プロ関係者が話しています。推しのグループが紅白に出場できないことで旧ジャニーズのファンは落胆しているかというとそうでもないようです。東京ドームで旧ジャニーズ所属タレントが総出で行われる恒例行事カウントダウンコンサートがテレビ中継はされないもののコンサート自体は開催される方向で調整されています。さらにスノーマンのファンは紅白以上の特大コンテンツが発表されました。スノーマンはスペシャルライブスノーマンスペシャルライブみんなと楽しむ大晦日を公式 YouTube チャンネルで無料生配信すると11日にグループの公式 X、Twitter で発表。ファンの皆さんと最高の大晦日にすべく絶賛企画中とコメントしています。スノーマンのファンからは別に推しが出ないなら見ることないし、そもそもその推しであるスノーマンが YouTube にて無料で生配信してくれるんだもん、紅白見なくても幸せな年越しが待ってますから、年末は紅白見ないでスノーマン配信見るわ、無料みたいだしカウコンも配信であったらいいな。大晦日生配信ガチでどうせつえぐい数字になるんじゃ、スノーマンとみんなで楽しく年越そうね。大晦日生配信でどうせ人数で数字残して世間の人にスノーマンの凄さ伝えたいな、できたらいいなといった歓喜の声が多く寄せられています。同接というのは同時接続者数の略で、ライブ配信をリアルタイムで何人の人が同時に見ていたのかの示す数値のことです。旧ジャニーズ関連では7月7日に元キング&プリンスで現ナンバーガイの平野翔さんと神宮寺勇太さんが滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 QB への合流を発表した際に同接102万人を突破というすごい数字を出していました。スノーマンの最高同接記録は55万人。これは3月20日に配信されたスノーマン緊急生配信20月20日重大発表と題して4大ドームツアー発表とサードアルバム発売の告知を行った際の数字です。スノーマンは今ノリに乗っていますよね。グループでの音楽活動、冠バラエティ番組それスノーマンにやらせてくださいは大好評で、さらには個人の仕事も激増している。2024年1月クールに岩本照さんはテレ朝の推しドラサタデー枠、渡辺翔太さんは日テレの新ドラ枠でそれぞれ主演ドラマが内定しているなど人気は本当に絶大です。そんな彼らのスペシャルライブとなれば
注目度は当時の比ではない。同説100万兆も現実的な数字ではないでしょうか。すでに告知もされているわけで、当日に向けてより盛り上がる情報も追加されていくでしょう。そうなると事務所の問題で今年は出演 NG を突きつけられた紅白の視聴率を奪うことになりますよね、と前室の芸能プロ関係者は語っています。世帯視聴率 1% は全国では推計約 118.5 万人、関東地区では推計約 40.5 万人が視聴することで獲得できると、視聴率調査の最大手ビデオリサーチは解説しています。まだ紅白とスノーマンのスペシャルライブ配信が同時刻になるかどうかは明かされていませんが、ユーザーが最も視聴しやすい時間帯、またその後の事務所のカウントダウンコンサートのことを考えると19時台など早めの夜の時間帯になるのではないでしょうか。そうなるとやはり被ってくる。そしてスノーマンのライブが紅白の裏番組となった場合、おそらく視聴率 1% 分にあたる100万人超は彼らの YouTube スペシャルライブを視聴するだろうということですね。紅白には旧ジャニーズ勢が全く出ないわけですから、直接のスノーマンファンではない他のグループのファンも紅白憎しの思いも少々混じり、紅白よりも彼らの配信を見るかもしれない。配信は無料で見られるわけですからね。それを考えると同説は100万人どころでは済まない、とんでもない数字になるかもですね、と芸能プロ関係者は推測しているようです。圧倒的な集客力を誇るスノーマンの出場を諦めた紅白、過去最低視聴率を記録してしまう可能性もあるかもしれませんね。今年は旧ジャニーズの NHK 紅白歌合戦、出場者はゼロ、事務所総出の年越しイベントカウントダウンコンサートも放送なし。現時点で旧ジャニーズ関係の大晦日企画はスノーマンによる生配信スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日だけとなってしまいました。ですがスノーマンにはさらに明るい話が聞こえてきています。スノーマンは毎週金曜の午後8時に冠バラエティ番組それスノーマンにやらせてくださいが放送されていますが、年明け後1月5日の金曜日に午後6時台から9時にかけてお正月スペシャルが放送されるそうですよ。今はとにかく旧ジャニーズに大逆風が吹いており、嵐の櫻井翔さんの冠番組1億3000万人の翔チャンネルも来春での終了が報じられました。そんな厳しい状況下にあって大健闘していると言えますね、と話すのは制作会社関係者、所属タレント、グループの CM 消滅、そして岡田准一さん、二宮和也さん、生田斗真さんなど退所者も続く旧ジャニーズ、被害者への補償も遅れていると報じられ、明るい話はほとんど聞こえてこない中、スノーマンの9人だけは気を吐いているようです。そんなスノーマンの番組それスノは3年前の2020年3月に単発特番でスタートし、日曜昼の地上波レギュラー番組になったのが2021年4月現在の金曜ゴールデンに出世したのは今年4月28日と、まだまだ歴史は浅い番組です。加えてジャニーズに厳しい見方が多くある中、お正月スペシャルが放送されるのは TBS に大いに期待されている証拠ですよね。そこには今テレビ界で最重要視される13歳から49歳までのコア視聴率が 3% 超と堅調なことに加え、9人の勢い人気拡大が止まらないこともあるでしょうね、と制作会社関係者は続けました。スノーマンは9月6日発売のナインスシングルデンジャーホリックが初週 86.9 万枚を売り上げたことでオリコン週間シングルランキングの8作連続シングル1位記録と、男性アーティスト史上初となる通算6作目の初週売り上げ80万枚超えを達成するなど、旧ジャニーズ事務所所属のタレントでも別格の人気を誇り、窮地の旧ジャニーズ唯一の希望ともいえる存在となっているようです。また TBS ではそれスノ以外にも10月16日から宮舘涼太さんの初単独 MC 番組
日本全国さすらい料理バラエティ黄金のワンスプーンをスタート。年末の話題では12月27日放送のサスケ2023第41回大会にこれまで8回出場してきた岩本さんが今年も出場したり、宮舘さんと佐久間大介さんは朝の情報番組ラビットの名物コンビですが、12月26日に午後9時から放送される特番ゴールデンラビットにも出演することが発表されています。スノーマンは遅咲きでフレッシュさがやや弱い代わりに、下積み時代に培ってきた経験やチャンスを逃さないように何事にも全力で取り組んでいる姿が視聴者から非常に愛されているし、現場の評判も良いともっぱらですね。彼らがよほど高く評価されているのでしょう。それスノに旧ジャニーズと関係が切れかけている企業も協力してくれたことがありましたねと前室の制作会社関係者は話しています。日本航空 JAL は9月7日ジャニー氏の問題の影響で旧ジャニーズ事務所の所属のタレントの広告への起用を適切な対応が確認されるまで見送ることを発表。嵐の桜井さんと松本潤さんとの契約は継続中ですが、 CM やポスターなどの露出はしていません。しかし11月3日放送のそれスノでは阿部亮平さんがホスト界の帝王ローランドさんと2人で一般人は立ち入ることのできない JAL の立ち入り禁止エリアに潜入する企画が放送されたのでした。また11月17日放送回ではイケメン枠として派手なことをやらないイメージのある目黒蓮さんも沖縄で果敢にカジキ釣りに挑戦。さらに阿部さんと向井浩二さんは新プロジェクトスノーマンに世界進出させてくださいをするために番組初の海外ロケを実施。タイで孤軍奮闘のアポなしロケを敢行していて大いに注目を集めていました。ちなみに向井さんは母親がタイ人のためタイロケで大いに戦力となっていたとのことです。スノーマンは国内ではスターだが世界的知名度は低い。番組が外国人25名にインタビューを実施したところ、誰もスノーマンを知らなかった。そこでタイの有名人に会って一緒に写真を撮り、それスノのインスタグラムに投稿してフォロワーを増やそうという企画です。向井さんと阿部さんは現地の助っ人で、人気タレントのトムの協力もありタイのアイミヨンことゾン・マリーやインスタグラムのフォロワー数千800万超の超人気スターブライトなどなど多くのスターと写真を撮ることに成功しましたとテレビ誌編集者は語っています。向井さんと阿部さんはタイの明石家さんまことモッタムが MC の人気生放送番組に出演も果たし、企画は大成功。最終的にそれスノの公式インスタグラムはタイロケ後1週間でフォロワー数はおよそ3万5000人増やせたのですが、外国人フォロワー数は838人だったようです。向井さんがブライトの1800万人はどこ行ったとスタジオで嘆きオチがついていましたが、今後も海外ロケを続ければ数字は増やせるかもしれません。タイロケの阿部さんと向井さんの奮闘ぶりが良い例ですが、スノーマンは下積みの長さが孤軍奮闘でも負けじと頑張る反骨精神に昇華されている印象を受けますね。だからこそ現在の旧ジャニーズの騒動でもくじけることなく、それぞれが全力を尽くすことができていると。それスノはダブルダッチの大会に出るや街中の一般人を相手にかくれんぼをするなど9人全員で挑戦する企画もありますが、お正月スペシャルも9人全員が参加する企画だと考えられます。きっとお正月にふさわしいド派手で大掛かりなファン視聴者が喜ぶ企画を用意してくれているはずですよとテレビ誌編集者は話しています。暗いニュースばかりで窮地に追い込まれている旧ジャニーズですが、そんな事務所の希望の光となっているスノーマン、そしてファンの希望としても光り続けるスノーマンの今後の動向に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。